初めて会った時から記憶の中の誰より私に強く惹かれた。リズミックな指の影にジャンジャヤオープンマスにね。リズミックな指の影にジャンジャヤオープンマスにね。Dブロック第1位は、清水美咲さんのギター負けてしまった。あ、ちゃんと覚えてるタイプ。今回なんとかニューヨーク見事1位ですよ。ありがとう。ちょっと相方が、うん、あの、はい、1位で A ブロック1位でなって、はいはいはい、私どうしようって、ね、この後気まずくなるのか。確かにね、プレッシャーかかるよね。裏でね、喧嘩しないで、そんな感じじゃ C じゃない。本当になっちゃうか C だ。ダメね。いや、お気持ちいかがでしょうか今。いや本当にあの去年は初出場で、はい、あの何もわからないまま東京に行ってあれだったんですけど、今年はあの去年の反省とか生かして頑張ります。札幌のちゃんと登り別じゃなくて札幌のいいところを、札幌で、ね、東京で登り別ずっとポカーンとしますね。真剣音楽で頑張りますので、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。それでは D ブロック第2位は、橋本飛鳥さん。おめでとうございます。すごい見事に、やっぱりね、森高千里は強かったそれ関係ないですでもね、そう、今の本当ですか。本当ですか。え、なんかぶつけた頭何か落ちてきました。いいですよ。ありがとうございます。
ね、なかなか取れませんからね、2位って、はい、そうですよ、すごいです。事務所の先輩方がたくさんいる中で、うん、すごい緊張してたんですけど、うん、挑戦してみてよかったです。投票してくださった皆さん本当にありがとうございました。いやすごいですね。ないですよ。なんで逆に超消えられてるすごいですよ。すごい。あ、そうなんだ。その感動の涙だったんです。今のこの感動、誰に伝えたいですか？え、お姉ちゃんとママに、あとメンバーにも伝えたいと思います。お姉ちゃんとママ、メンバーの人たちに、あと日本中の人に、を人に大きくなっちゃうからピョンちゃんのノリやめてから、ね、いやでも素晴らしいですから、見事ね、はい、東京行きの切符貸し取りましたから、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。北海道予選 B ブロック第1位、清水美咲です。去年よりも上の順位を目指して東京へ行っても新規音楽を伝えていきたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。北海道予選第2位、橋本飛鳥です。初出場でこんな素敵な順位いただけて本当に嬉しいです。東京で頑張ります。よろしくお願いします。